ラジオハセヨトーキングマウンテンエラチームニダアキンニダ。なんと今回初めての海外遠征登山です。バフーバフー。行き先は韓国、登り山は釜山のクムジョン山、そして釜山最高峰のコタンポンです。これからカンプフェリーに乗って片道12時間かけて釜山に向かいます。ではまずですね、今日僕らが泊まる部屋を紹介します。はい、二等客室の111番です。はい、とっても広いお部屋でございます。貸し切りみたいです。もう他にはいないってことですね。はい、でこちらがお手洗いですね。はい、あの12時間も乗ってるわけなのでちゃんとお風呂もございます。はい、こちらでカラオケが楽しめる。結構なお値段です。2000円。あ、もう厳選された2種類。じゃあご飯食べましょう。僕カレーが食べたいです。一択じゃん。キムチチゲ一択でした。チャルモッケスムニダ。あのカレーありました、券売機の故障だったみたいで良かったです。あの韓国の紙コップすごいですよ。もうまさに紙です。ペラペラです。うん、チャルモゴスムニダ。はい、お風呂入ってきました。お風呂最高。あそこは銭湯です。しっかりとしたお風呂、うん、そして寝床も最高。広いし、もうマットもあるし、もうテンションマックス。まあ、そんなわけでね、あの快適に朝を迎えそうです。はい、それでは皆さん、アニョヒチムセヨ。はい、見事釜山に到着しました。イエイ。でこれからね、地下鉄とバスを使って、登山口の東門と書いてトンムンに向かいます。バスに乗るためにターミナルの中にあるセブンイレブンでティーマニーカードを買いました。1万ウォンチャージしてます。で、この一番乗り場のノポ方面ですね。チョリアン駅から、13個先の温泉場駅に目指してます。はい、無事オンチョンジャン駅に到着しました。到着よ。温泉場、こちらでキンパ買いました。今からね、バスに乗っていくところにお店がないそうなので、ここで買っておきます。はい、温泉場駅を、まあ、道路を渡ってすぐ、バス停がこちらです。まあ、203番ってやつですね。これに乗ってトンムに向かいます。15分間隔です、平日は。無事にトンムンのバス停で降りることができました。イエイ。はい、このね、橋が見えたらこの橋を登って向こうに渡ります。
そこ左ですね、もうさっぱりわかりません。でその標識を左です。それでは命大事に、ジェミキカジャ。おー、めちゃめちゃ綺麗な登山道です。頼もしい、うん、あこのクムジョン山、それからコタンポンはね、もうすっごいメジャーな山なんで安心して登れますね、はい、うん、だって今が一番安心しとるもんな。一番安心もう地下鉄バスとかもうドキドキやったわバスが一番ヒヤヒヤしてます、うん、まあでもそういうのがいい思い出になりますからね。はい、はい、地図をダウンロードしておけば Mマップも使えます。はい、トンムーンまであと 250m です。この辺ももう表記がありませんね、はい、ハングルオンリーです。あ、読めるから任せてください。お願いします。トンムーンが見えてきました。行きましょう。このありがたいムーンをくぐるわけですな。いえ、あ、通れんのこれ残念やな。ちょっと見てみましょう。そうやな。あ、はい、ここはダメです回っていきましょう。はい、東門でございます。はい、アリさん出番ですよ、はい、どっち行ったらいいですか。こっちです。六門、北門です。うん、こっちです。北門の方に行けばいいのね。はい、はい、はい、ここに分かりやすい地図がありました、うん、ここ降りました。はい、バス乗って20分、もーんと本門のバス停で降りました。うん、でそこから歩いて橋を登って今ここ来てますね。なるほど。でここのコタンポン行って、うん、あ、コタンポン、うん、コタンポンでな、うん、で栃木だね、ポモさんにお寺に降りていきます。はい、はい、ここね、ビュースポットがねたくさんあるので、これがコタンポンやな、ね、最高、うん、お寺に降りるのも楽しみですね、はい、ちょっとね、もう楽しみしかないですね。うん、行きましょう。はい、もうただただひたすら歩きやすいです。はい、今日暑いんですよ、うん、今影で助かる。初めての海外遠征にはこうぴったりでしたね。あ、ぴったりです、うん、はい、おっと、標識が見えてきましたな。はい、秋さん出番ですよ。コタンポンまで 4.4 キロです。あ、最高峰ですね。そうです。わー、景色広がりましたね。なんか見えますな。見える。おお、すごい岩ですよあれ、うん、あれがコタンボンでしょうか。コタンボンは多分もっとあっちの向こうだと思う。ほんと、もっと向こうに岩が。楽しみ。楽しいね、うん、楽しい。次ある歩きやすいし、うん、すごい景色です。でもあの向こうはね、もうすごい都会ですよ。わあ、今からこう行くわけですね。右田みたいですね。あれの勝坂尾根みたいですあれ。だいぶ道が荒々しくなってきましたけど、でも歩きやすいです。とても。うん。登山道もね、ほんとたくさんあります。うん、でも迷わないですね。はい、結局一つになるんで。そうですね。登りやすい方行くか。うん。登
登山道を感じたいか。うん、これ自由度も高いです、はい、さあ一気に広がってきましたけど、うん、この上に何があるんでしょうか。うん、はい、建物が見えてきました。何でしょうこれは。はい、展望所でしたね。いい眺めです。とりあえず目の前のあのあそこに向かうわけですね。温泉バイクで買ったキンパいただきます。いただきます。チャルモッケスムニダー。チャルモッケスムニダー。マシッソよ。あれ見てください。てっきりあの脇を避けていくんかと思ったら上に人が立ってます。登りましょう。はい。あ、近くで見たら全然安全そうです。こっちから行けばいいもんな。ここは眉山盆620のピークですね。あ、山頂だ。うん、結構ね表から見たら岩々しかったけど意外に裏からスッと上がれるというね。うん、お手軽です。はい、マーキさん気をつけてね。こっちだよ。んこっちこっち。あ、そっちから行く。こっちこっち。あ、そう。ビサンボン643メートル。いただきました。で、目の前に見えるあの山、あれがクムジョン山です。あれ、この右手にね、ものすごい巨岩を眺めながら歩く道ですね、ここは。あー、すごい。でも登山道こんなに歩きやすいです。はい、標識です。これは東門ね、うん、2.7 キロ、うん、でこれが最後、コタン門。コタン門ね、うん、下は北門 1.3 キロ。ほうほうほう。クムジョン山が全然出てきませんな。きっと通りすがり山頂かもしれません。かもね、うん、回ったこれ歩きやすい階段ですね。見てくださいよ、うん、これがね階段天国って言うんですよ、うん、これはね、うん、で、あの北浦スカイラインのやつか。あれも階段天国ですね。そうね。一段一段がね、すごいね、あの低いんですよね。ほら、もう階段じゃなくてもいいんじゃないですか、これ。着きましたよ。クムジョンさん687メートル。いただきました。カナイさんと書いてクムジョンさんと読むんですね。でもここにはウォーニョンボンって書いてありますね。うん、うん、謎です。謎です。看板にもウォーニョンボンピークって書いてあります、うん、まあ標識も地図もクムジョンさんなんで OK です。クムジョンさんでした。そしてあのでっけえ岩山ですね。あれが釜山最高峰のコタンボンとなっております。この階段を降り切ると、北門ポックムーンがあります。はい、ポックムーンに着きました。で、目指すコタンボンがあれです。で、ここが、北門の分岐点です。先にね、コタンボンこっちに行きます。戻ってきてこっちのポモサお寺に帰ります。それでは釜山最高峰のコタンボン行ってきます。はい、すぐに、お手洗い、
それからこちらに立派な案内所があります。ちょっと見学していきましょう。はい、1階はこんな感じで、かつて使われていた登山道具ですねが展示されてます。こっちはランタンがあったりバーナーがあったりしますね。はい、今案内センターでね、もう20分ぐらい心優しいね、案内人のおじさまがね、ものすごい親切に説明してくださって、そうパンフレットもらいまして、なんかね、その古丹本のすぐちょっと近くにまた名物のね、見どころの岩があるらしいんで、これは現地の生の情報なんでね、はい、とか行ってみましょう、はい。まあ、とりあえず古丹本、目指しましょうか。とりあえず人が歩くとこはね、みんな綺麗です。そうで、ね、北門から急に若い女性がいっぱい出てきましたね、それぐらいお手軽に歩いていけるっていうところでしょうね、でもさすがにこの古丹本の登りが今日で一番きつい、ちゃきついですね、そうですね。ああきついなって思ったところでこういうね平坦な道になるんですよね。荒々しいんだけど歩きやすいです。はい。はい。古丹本まであと200メートルです。はい、最後は階段天国です。ウレティー。はい、こちらが山頂手前の展望所です。いや、すごい岩山なのに、この整備のされっぷりがもう、誰でも来れます。古丹本。801メートル、いただきました。おやつは、セブンイレブンで買った韓国のバタードーナツです。チャルモッケスムニだ。マジっぽいよ。なんか日本のと全然違う、焼きドーナツですね、うまい。マジっぽいよ。はい、おすすめポイントがここですね。こんなのが見れるそうです。この先ですね、多分ね。わ、螺旋階段です。まあなんかそれっぽくはありますけど、ちょっと行ってみて、ありそうになかったらまた戻ってきます。案内人さんはね、狭い狭いって言ってましたけど、急にワイルドになりました。はい、古丹本降りてきました。多分こっちでしょう。細い道って言ってたんですよ。さっきの立派な岩がなかったら、戻ってきて、こっちですね。こっちからも古丹本じゃない、ホモさんに戻れるので、こっちから戻りましょう。はい、じゃあ、見れるといいですね、立派な岩壁が。まあ、道はとっても歩きやすいです。ちょっと細いけど。左手に岩壁出てくるんじゃないですか、アキさん。いかがですか？
木しかありませんね。また山頂に行っちゃう感じですか？ああ、もうどうですかね。山頂に行くっていうか、今山頂をぐるっと回って降りてる感じです。はい、見つかりませんでした。無理な探検をしません。帰ります。帰ります。ポモさんに行きます。ではポモさん行きましょう。はい。まあ一般的にはですね、北門に戻って、そこからポモさんに行くのが、ね、正しい道なんでしょうけどね。うん、うんうん。まあこっちはこっちで、すごい静かで。静かで、快適登山道ですよ。うん、影ですし。うん。まああっちはどっちかっていうと観光地的な道ですよね。うんうんうん。うん、分かりませんからね。うん、こっちにもひょっとしたら、なんだこれはっていうね。あるかもしれない。あるかもしれませんから。まあでもすでに降りやすいんでいいです。うん。いや、期待しましょう。はい。お楽しみに。はい、僕らなんと今、リスを見ました。かわいい。しかも2匹。うんうん。ね、ちょっとあまりにも早かったんで写真だけしか撮れんかったんだけど、こっち可愛いですね。こっち来てよかったね。うん。うん。こっちに来てなかったらリス見れませんでしたから。そうですそうです。うん、はい、ポモ様であと 0.7 キロ、700メートルです。はい、何もありませんでした。ただものすごくいい道だった。はい。歩きやすい。歩きやすかったです。静かでね。うん。まあ、新たなルートが発見できたっていう意味では、うん、とっても良かったんじゃないでしょうか。はい、うん、さっきはね、リス見れて良かったねとか言ってましたが、ご覧ください。これはポモサじゃないんですよね。うん、すごい立派なお寺、うん。これはこっちのルートから来ないと見れないお寺でしたから。うん、そう。良かったね。やった。うん、いや、すごいよ。うん。はい、こちら、チョリャーナンですね。まずは、仁王像が、お出迎えと。面白物件ですね、これ。これは、美味しそうな匂いがしますよ。はい。はぁ、なんだこれは。だいぶ面白い顔してますね。天女が舞い踊ってますね。うわ、えらいこっちゃですね、アキさん、これ、はい、顔は お地蔵さんですね、はい、で、さらにこの裏にもね、ラスボスのお二人がいらっしゃいました。こちら並んでるの、これ干支ですね。はい、ネズミ、牛、トラ、ウサギ、いいですね。タツ、ヘビですか、これ本当に。僕ヘビ年ですけど、これひどくないですかね。面白すぎる顔しとるわ。うん。馬もひどいね。うん、これ羊かっこいいよ、これ。うん。で、猿。猿も猿の惑星みたいになってます。で、鳥。で、犬かっこいい。で、イノシシなんですけど、韓国は豚。うん、なるほど。うん、豚と。いや、おおむね良かったんですけど、ヘビと馬がなんか、ふざけてました、だいぶ。はい、チョリャーナンでした。はい。いや、本当に来てよかったです。はい。うん。果たして、ポモサは、このチョリャーナンを超えられるんでしょうか。はい、こちらがポモサでございます。じゃあ、奥に行ってみますね。わあ、天井見てください。すごい、すごいです、これ。
世界不思議発見ですね、これ。うわぁ、提灯です。これ夜になったら綺麗なんじゃないでしょうか。で、これが一番奥ですね、太陽殿って書いてあります。はい、あの黄金の仏像が撮影禁止らしいので、はい、ちょっと感想をぜひぜひ聞かせてください。はい、いかがでしたでしょうか。あの各お堂にあの皆さんいらっしゃるんですよ、金の仏像様が。すごくいい気分ですもう撮影できないのが残念って。残念です、ね、光輝いてました、うん、はい、ポモサでした。どっちも良かったですね。どっちも良かった、うん、チョリャンガンもポモサも、うんうん、どっちも見れて良かったです。じゃあ残りで惜しいですけど、うん、もう登山も終了ということで、はい、今からね、バス停に行って、はい、バスに乗って地下鉄に向かいます。